はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4。人間だった頃のニック・バレンタインのためのクエスト。さあ、ホロテープはあと3枚。これを手に入れれば、誰だっけな。名前を忘れちゃった。過去に人間だったニック・バレンタインの、ガールフレンドか誰かを殺した、その犯人を、と捕まえることができる。今いた場所は、平原砦で、どんどんね、こっちに進んでって、ここはネイティック警察署か。これ、マップの下に行けば行くほど、敵とかがだんだん強くなっていくそうだから、大丈夫かな？とりあえず、ここまっすぐ進んでいこう。今もずいぶん、おぉ、切りかかってる。よいしょ。よいしょ。お、入りたくない。先行こう。おっと、敵がいる。さあ、これ使ってこう。なんだっけな。爆発の10ミリピストル。いつだかが拾ったピストル。あ、ほんとだ。爆発してる。これまだ強化、拾ってから、モジュール強化は一切してないけど、強いんじゃないの、これ。グリップとかつけたいな。あれはいただいていこう。この辺もらって、ここなんだ、なんかコルベガの組み立て工場と似たような作りに見えるけど、とにかく警察署、いいから警察署。ここもちょっとした集落かな。さあ、あと 80m。 銃声、あっと、地雷が引っかかったな。ネイティックバンクス。あ、ここはレイダーの巣窟だな。これ取っちゃおう。拾って、アイアラークが家を痛めつけることはもうなさそう。無視しよう。あ、まだあった。さあ、ここだ。ここはボロボロだな。図書返却機か。これ何だったっけな。なんか持ってたっけ。持ってた。トークン。15枚。あ、そっか。この辺は交換できるのか。だけど、欲しいものないな。これ何だっけ、これ。これは別の図書館にも置いてあった機械だったはず。上、おっと、ベルチバードと戦ってるのか。今にも崩れそう。ここか。よいしょ。ん？あ、デスクローか。デスクローやっちゃう？ヘリ大丈夫か。レイダーもいる。レイダーもいるけども、デスクローなんでいるんだ。おお、爆発した。これ、ベルチマード壊れた、もしかして。あれ？ちょっと待って。あっ。超登って。直せるかな、デスクロー。ベルチマードが墜落したぞ。ん？あれ？ BOS さん？ってことは、やっちゃったやつ？デスクローは一体どこへ。スーパーミュータントもいた。デスクローの死体。そっか、墜落したけど、同時に BOS の人たち降りてたんだ。で、
今にも崩れそうなとこに立ってる警察署の階段の上の端末。よいしょっと、あっと、これだ。これだ。で、ホロテープが下か。こんなとこに埋もれてる。ホロテープ4。メンタスグレープ味。0。これだ。入れて。アレクサンダー・シュトレルニコフ宛て。尊敬するミスター・シュトレルニコフ。団体の一人が資料深さを重んじることは知っている。しかし正直に言うと、そんなもんどうでもいい。だってほら、たった一発すごく離れた場所から撃っただけで、ロン・トレビオの頭を撃ち抜いた。芸術家様だ。ロシアの暗殺者はみんなそれぐらい上手いのか。あれ、俺この前聞かなかったかな。でもいいか、あんたの秘密は俺が守ってやるよ。でもゼロだったしな。レディ・ウィンター以上。さて、次の場所はここか。これならいけるね。じゃあここを目指していこう。あと2枚。となると、ここ渡れないからこっちまで行ってぐるっと回れるかな。まっすぐ行こう。行けなかったらどうしよう。こっから先が道ないのか。瓦礫の山だけど。瓦礫とかもう焼け野原だ。放射線は大丈夫かな。何にもない。だいぶマップの端っこまで来たな。随分と。と、ちょっとすごい。2ぐらいなら大丈夫だけど。と、道に出よう。あ、常にプラス2か。いや、でもたくさんラットアウェイがあるから。ラットアウェイはあるけど、早く出たい。違う。いやいや、わあ、これは油か、オイルか。おお、放射能がすごい。さあ、ここ道だ。あ、この天気はまさか、この天気まずいんじゃないの。放射能が飛んでくるんじゃないの。早く建物の方に行こう。これはちょっと、あ、銃声。ああ、何事。え、まだ先だけど。え、何。あ、またあなたか。また美容室か。何を倒した。スーパーミュータント。え、まだいるじゃん。強い、このハンドガン。よし、さあ、あっちだね。なに。あ、スーサイダー。おう、スーサイダーがさっき爆発してるのは。じゃあ、ああ、ちょっと待って。おお、なんか飛んできた。爆発しろ。あー、待って、すげえダメージ食らってる。ラッドアウェイと。あー、待って、敵が多いよ。ここスーパーミュータントの巣窟になってる。あー、またハウンド。
硬い硬い硬い。リロードして、ここの上のやつやっちゃおう。どっから上行けるんだ、ここか。どこだ、いてててて。こいつか。待って、こいつ強いよ。ちょっと待ってね。綺麗な水で回復して、そしてこれだ、ジェット。リロードして、ジェットが切れた。 OK。 いやいやいや、スレッジハンマー持ってる。いや、出て出て、後ろにいた。これでよし。これベルチバードだよな。残骸になってる。何もない。あ、完全に残骸になってるっていうか、人が死んでる。かなり前、なんだこれ、独房の鍵。湾岸警備隊であった人たちか。さてと、端末端末の前にこっちにもなんかありそう。ラッターウェイ、キャップ、武器作業台もあるな。ハンドガンなんか許可できたかな、これ。ハンドガン、ハンドガン、あ、そっか、今あれだ、ワークショップがないからアイテムが足りない。これはエキスパートか。セキュリティが良すぎる。開けられない、いろいろあるけど開けれない。これ遠隔ドア操作。あ、こっちが開いた。こっちじゃなくてこっちがいたが、驚くほど素晴らしい話。素晴らしい、確かに素晴らしい。わかんない。戦闘は拳で勝つもの、戦争はウィットで勝つものだ。パーセント上昇か、スコープ武器の。これだ、上の階。さあ、これをゲットしてあと一つだ、このテープは。の前にこれを解除しちゃおう。素晴らしい。OK、技術資料があった。で、これを再生、テープ9、あと1枚。クレア・ポジンスキー宛て。どんだけ仲間いるんだ。そろそろバケーションについて考えよう。アイルランドに6週間はどうだ。ダブリン、ゴールウェイ湾、ウォーターフォード、キルケニーで1週間ぐらいあの小さなホテルで過ごすか。それと心配するな、いとこのスティーブンは連れて行かない。あいつには自分で出国させる、警察を脅迫するようにと言ったが、ショットガンで顔をぶち抜けなんて言った覚えはない。ユニオンウォーフのあのさびれた漁場に一生隠れることになるだろう。どうでもいいが、愛してる。エディ・ウィンター。おなごか。以上。なんだろう、あそこ。さあ、最後の場所だ。ここだね。クインシー警察署。遠いな。そして、なんだろう。この辺は、なんかゴツゴツしてる一帯は、放射能線がちょっと強いとこなのかな。なんか今敵が見えた。スーサイダーだ。これ遠くから撃っちゃえば、あの赤いところ撃っちゃえば爆発するのか。バッツ強化ライフルでやれちゃわないかな。あの右手だね、右手かな、よく見えない、右手だね。来い、よし。違う違う違う、オッケー。誰かいる？いるよ、こっちやっちゃおう。
ティカル。あ、あんまりクリティカルでもない。さあ、爆発ピストル。あれ、全然撃ってこない。よいしょ、ちょっとこいつに殴るよ。さあ、なんもない。肉たくさん持ってるな。あ、技術資料があったよ。回復して、さあ、まだまだ先は長い。どう、またドンパチやってるな。ロボットと動物か。ロボットはちょっと恐ろしいからスルーしちゃおうかな。待って、あ、待って、よいしょ。あ、あ、え、いや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 、ちょっとやめて。ひっついてきた。気持ち悪い。フラットバグ血吸ってきた。なんだこの建物。あ、ガンナーがいる。ガンナーの巣窟。敵がいた。あ、ブッチャーだ。ってことはどっか光ってない？あれ、光ってない。どっかに爆弾持ってるはずだけど、どうしよう。あんまり近づけない。あ、ブッチャーじゃないか。あ、こっちだ。スーサイダー。待て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 、ニックニック、腕ニックニックまでぶっ飛ばしてしまった。あ、ガンマ線銃だ。え、マジで。ちょっと待てよ。とりあえず装備しよう。ガンマ銃？あ、そういうことか。リロードが不要ということかな。これ使ってる敵見かけたことあるけど、どうなんだろう。使っていこうかな。さて、暗いな。暗いところは怖いよ。このオフ持ちたい。なんだあれ。ベイヒモスだ。迂回しよう。なんか聞こえる。どう、またシーサイダーもいる。これ、これどうなんだろう。ん？あっちに何か溜まり溜まり。ちょ、待てよ、シーサイダーが。シーサイダーじゃない、スーサイダー。お、全滅した？よっしゃ。これ巻き添えさせるのがいいな。これバッツで狙って。こっちに引っ張れないものは投げて。まだいる。あれは普通のスーパーミュータント。オッケー。そうか、シーサイダーにはそういう使い道が。また飛んでる。シニアスクライブ。至る所にいるな。絶賛戦争中なのか。レイダーとベルチバード、地雷がある。 あれマネキンか。この先ハイドパークだよな。汚染されてるよな。え？通り過ぎる必要があるな。仕方ない。ちょっとここは BOS の方々に任せて。いやー、ここすごい数の。なんだなんだなんだ。
ここは無理だ、飛行。なんだこれ、撃ってるのか撃たれてるのか。大丈夫かな、ベルチバード。さてと、長い道のりが。あっちか。明るいな。なんもないな、この辺。これはもしかして上の高速道路のとこに立ってんのかな。上だね。ああ、そっちかも。 80m。 クインシー跡地。マシンガタレとか。ガンナーか、レイダーじゃなくて。どこにいる？なんだ？どう？見えないよ。一瞬見えた。車乗って。乗れた。ベイか。誰だあれ。なんかすごいの歌ってんな。この辺で降ろしてもらおう。はい、ベルチバートを呼びました。ただこれは、ただこれは一度行ったことある場所じゃないとファストトラベルにできないので、ここまで押してもらって進行方向を変えて先を目指そうと。今のはちょっとかわせなかったな、あの爆弾は。あと最後だからね、頑張っていこう。さあ、クインシー跡地までやってきたけど、こっからなんだな。とりあえず奴らを、かっこいい奴らをまんべんなく倒しておかないと。セーブしましょう。ジェットでも。あー、隠れないで。隠れちゃった。ここ開けて、リロード。みんな上か。ガンナーがいる。あー、なんか出てきた。これじゃダメだな。武器変えよう。リルル。あっ、まずい音がする。またここはすごいぞ。うわ、大丈夫か。ここ回復して、待て待て待て、一回引こう。やばい、ここはすげえ数の敵いる。なんだなんだ、僕が用があるのはあなたたちじゃないんだけど。どこにあるんだ警察署は。あららららあの数相手はちょっと厳しい。もうすぐここだと思うんだけど。ここか。まだいる。あれ？やるか。いた。
OK セーブしとこう。あっちか。いてててて、やーだ厳しいね。ほい、待てよ。あ、ま、おお、なんだこれ、凍った。倒してよし、ジェット。あー、見えない見えない。一人倒した。もう一丁ジェット。どっから撃ってるんだ。あれか。あ、ここにもいた。いや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 、テッサ誰だ。パワーマ硬い。壊れた。回復と、まだいる。待て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 、止まれ。突然変してる。ドーピングタイプだなこれは。じゃないと厳しい。バフジェット、あれ切れてる。うわ、凍ってる。よし、こいつ倒した。でよ、セーブして。ジェット。よし、まだいる。やっぱマップの下に行けば行くほど強い人ばっかりいるってのは本当だった。ヌガコラクアンタム。あ、どっか怪我した。回復しよう。ん、何の症状だこれ。何の症状だろうこれ。まだ来る。ちょっとめっちゃコントローラーが振動する。どうだ、とりあえず全員か。テッサフィスト耐久力が4倍になる。何だったんだこの人たち。症状を治す薬があったはず。乗った。いやいやいや、今までで一番きつかったなこの戦い。あ、バッツ強化ピストルだ。だけどその部分いいものもたくさん持ってる。というかまだ映ってる。まだ映ってるけど、ちょっとホロテープを回収させてくれ。こっちか、留置所。留置所に入ると、ちょっと待てよ、敵がちょっと映ったんだけど大丈夫。ああれか、クリント、ヒゲおじさんだな。ちょっと危険地帯であることは変わりないけど、今回はここまでしようかな。留置所ってことはまだ先があると思うので、続きは次回やっていこう。じゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。